ランスロット、ゼロ。ここはやっぱり別の島か。そう離れた島ではないな。探せ、何としてもユーフェミア様を探し出すんだ。いやー、まさか浮遊航空艦とはね。君らが作るものは皆興味深いからね、つい実現したくなるんだよ。シュランセル殿下。あら、おケガはありませんか。もったいない。そんなに固く考えないでくれないか。我が君バトレー。んじゃ君は基地で待ってて。え、どちらへ。野望よ。待ってください、昨日の命令は殿下が。私です、セシルさん。ハドロン砲もね。はい、わかりました。申し訳なかった。いつから気づいていた。ホテルジャックの時。そうか。ナナリー、どうしてる。一緒に暮らしている。一つだけ教えてくれ。君は母が殺された事件について何か。ごめんなさい。私も聞いていいかしら。あなたはゼロ。ルルーシュだよ。安心したらお腹が空いちゃいました。本当に大丈夫。手こを使っても。じゃあ果物か何か探してきますね。どうしたの。おいしいのに。明日にはできると思いますよ。落とし穴。星は変わりませんね、あの頃のまま。戻れないのですか。俺はユフィ、俺自身が生きるためにも。クルーギ君が生きているならこの上根島に流れ着いているはずだけど、やっぱりクロビスはこういうことに向いていたんだな。捜索隊だろうね。確認した上で対応を決めよう。対応。この辺りだと思うんだが、こんな頼りない騎士がお供じゃ食事すらね。聞いていいかな。どうして名誉ブリタニア人を。スザク。ユーフェミア様。動くな。彼女は私の捕虜。そこにいる私の部下を返してもらおう。人質交換だ。近づくな。君もこのルールにこだわり、主を見捨ててみるか。おやめなさい。黙ってろ。皇女殿下。今なら。この石頭だ。ゼロ。ゼロ、あそこにナイトメアが。よし、あれを使う。なんだこのナイトメアは。ついている。ガウェインが捕まっている。このまま突っ込む。オーリと連絡がついた。このまま外洋で合流する。はい。スザク、すまない。どう、スザク君の様子は。それが作戦なら従うと。あっさ。上陸作戦は天候が安定してからかと。さあ将軍、天が味方している。勝ちますよこの戦は。沢崎とは合流しない。無視するべきだ、あの日本。ゼロ、組織としての方針を明確にしておいた方が。東京に独立国を作る。独立国を。本気か。なるほど、やはりあなたは。敵は世界の3分の1以上を占める大国。俺たちだけでそんなことを。甘えるな。自らが動かない限りそんないつかは絶対に来ない。よし、上がったな。特派は突破できると思うか。クルルギならば。あるいはミサイル接近。福岡基地から発射された模様。
J01 ダンスロットはフロートユニットを使用し敵司令部福岡基地を強襲せよ。発艦。ナイトメア、あの基礎兵器か。ではあれには。日本独立の夢を奪う気か。理念なき正義だな。違います、それはもう。あれが中華連邦のガンドゥの、ユーフィ、シュナイゼル兄様。投降したまえ、スザク君。クルルギスザク。スザク、私はあなたを、私を好きになりなさい。はい。ユーフェミア様。そうか、かえって心配させちゃったんですね。ありがとう。何をしている、奴を止めろ。ステルスが映像を捉えました。邪魔なんだよ君たちは。クルルギオ、ランスロットはまだ動くか。やはりゼロか。エナジーフィラー。何？残念だけどゼロ、お前の願いが叶う。自分が先に叩かせてもらうよ。何？ゼロが。はい、クルルギと共に外国に助力を請い、機会を待って何が悪い。沢崎さん、ここまでだな。クルルギスザク、ただいま帰還しました。お帰りなさい、スザク。あのスザク、私ね、分かったんです。私を手伝ってくれますか。イエス、ユアハイネス。東京都会で一番オープンなアッシュフォード学園の学園祭を始めます。やはりな、沢崎たちにも利用価値はあった。各層階の太陽光パネル、それに伴うエナジー保管所も掌握済みです。東堂は放送局など占領目標のリストアップを行っています。ああ、それと報告が遅れましたが、ゼロ番隊の件で奥義副司令が。後で連絡を入れる。はい、ストップ。リバル、こっち終わったよ。おお、ご機嫌じゃん。よかった。どうして誰にも言わないの、私の正体を。今の君はカレンシュタットフェルトだろ。情けをかけて取り込もうってつもり。スザク、トラックが来た。チーズの学校に。よければカレンはクラスの方に回ってくれないか。手が足りないらしくって楽しいですね、学園祭って。はい、ピザは午後からです。こんなことやってる場合じゃないというのに。はい。ごめんなさい、笑顔折れちゃって。おい、お前、世界一のピザというのはどこで食べられるんだ。持って行ってやるから部屋にいろ。お前は嘘つきだから。今、俺は学園祭とクーデターの仕切りだ。どうして学校の中まで。この人は俺の。カレンか、ここは関係者以外は立ち入り禁止だから早く外に。大きい。すみません、どうしてもスザクに話したいことがあって。これで。ナナリ、まさかその声。まったく面倒な。ギアスを使えばいいだろう。お前は今の状況を。ルルーシュいるの。お前だけでも逃げろ。シャーリー、後でいいかな。大変、パネルが。逃げて。待っていてくれますか、お兄様と私のこと。さあ、間もなく。さすがね、時間通り行けそうじゃない。最近人を使うことを覚えましたから。だからじゃない。祭りは必要よ。
勉強になります。お兄様、ナナリ、ピザは。あ、すみません、ちょっと何かあったら連絡を。大きくすることができるか。去年は俺の役だったんだけど、今日は驚くことばかり。私はみんなが幸せにならないと嫌なの。でも会うのは今日が最後。あ、ブルシュ、ナナリーを。悪いが、そうさせてもらう。あ、ピジョン、何をやっているんですか。相手はクソ族にして第三皇女殿下ですよ。これはちょっと、大丈夫か、ナナリ。ええ、ユフィ姉様は無事だ。スザクが助けた。ナナリ、お前。よかった、無事で。ユーフェミア様、コメントお願いします。大切な発表があります。私、ユーフェミアリー・ブリタニアは富士山周辺に行政特区日本を設立することを宣言いたします。聞こえていますか、ゼロ。なんだこれは。ゼロ、私と一緒にブリタニアの中に新しい未来を作りましょう。やられた。そうやって君は何もかも手に入れる気か。違うんだ、もう昔とは。ユーフェビア。